どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ本日は、無課金美課金向けの方シリーズと、いうことで、本日はですね、あの新しい新ボックス、メインボックス1周以内で組めるムーンライトデッキ、強いです。多分ね、デュエルキング程度だったらなれると思います。はい、なんだろうな、やり込んでるわけじゃないから、感覚で言ってるけど、多分ね、デュエルキングくらいだったら多分なれると思う。ムーンライトデッキ組みやすいです、非常に。安いからメインボックス1周でいけるんで、まあ、ジェムで言うと1万ジェム以内ぐらい。多分なんか最近パックがあんまり強くなくて、なんかその何向こうかなって思ってた人多分いると思うんですよ。ボックス、このメインボックスで、一応ムーンライト組めるんで結構ありかなと僕は思っていて、ギミックを説明していきたいんですけど、最初に謝っておきたいっていうか、断っておきたいのはスキル。これ多分、ね、動画の対戦中なんか融合の使い手になってるパターン多分あると思うんですけど、これ根性でいいかもしれないですね。これ根性でいいと思う。スキルはあんまりスキル見直すと使ってなかった気がするんで、これ根性で耐えてワンキルするっていうデッキなんですよ。根性とスキル、根性とこのカイトロイドとかで耐えて、相手に攻撃表示のモンスターを出してもらって、でその攻撃表示モンスターの攻撃力をこの赤でゼロにして、で、そのゼロにしたモンスターをこの、こいつとかこいつで殴ってワンキルしていくっていうデッキになってるんですね。だから組み方はそういう感じでいいと思うんで、スキルは根性でいいと思います。で、入手方法から先に言いましょう。まずカイトロイド、これは、カードトレーダーですね。で、コズミックサイクロン、これは、ボックスギャラクティックオリジンなんですけど、これ、まあ、ドリーム UR チケットかなんか使ってもらえば手に入ると思うんで、ここに咲くのはありだと思うし、あと別にこれなくてもいいっす。最悪ここなくても融合でいいや。なかったらなかったらしゃあない。なかったらもう抜いてもらって、もう普通に融合とかでいいっす。で、他のカード、他の全て のノーマルから SR までのカード、融合も含めて、これ全てメインボックスで揃います。素晴らしいよ、コナミさん。そういうところね、俺すげえ好きだわ。めっちゃ好き。やっぱメインボックス1周以内で組めるデッキをね、提供してくれるのはすごい嬉しい。で、どうやってまあ戦っていくかっていうと、このトラップカードを、この間ムーンライトやった時説明しなかったんで、これやろうと思うんですけども、リンカーネーションダンスっていう。これがね、自分のフィールドのモンスターが戦闘化効果で破壊されると、デッキからムーンライトモンスターを2体まで手札に加えるよと。で、結局、この欲しいカードが2種類あって、ムーンライトって。黄色と緑なんですよ。で、黄色と緑が何が起きるかっていうと、緑召喚すると手札を1枚捨てて、ワンドローできるよっていう効果を持ってるんですね。ムーンライトを捨てて、墓地を送ってる。で、これ効果で墓地を送ってるんですよ、これ。だから、こいつって効果で墓地に送られると、ムーンライトカードをサーチできるよっていう効果を持ってるんで、こいつでこれを捨てて、ムーンライトフュージョンを持ってきて、で、黄色って墓地にいると、フィールドのムーンライトを戻して、墓地から特殊召喚できるよっていう効果を持ってるんで、こいつで、緑を戻すと素材を、その要はこれでこれ捨ててサーチしながらこれが戻ってきて、これが手札に戻るから、素材を2枚確保しながらムーンライトフュージョンが手札に加わるんですよ。だからアドバンテージプラス1、単純に。だからこの動きしたいので、これを、まあ、基本的にはサーチ要因として入れてます。まあ、根性だしね、結構決まります、このコンボ。ほんで、主な勝ち筋は、こいつって他のムーンライトをリリースすると2連打できるんですよ、全部のモンスターに。で、1回、その相手のモンスターは1回だけ戦闘で破壊されないよっていう体制を得るんですよ。だから相手の攻撃力を0にして、こいつで2回投げれば勝ちなんですね。で、相手の攻撃力を0にどうやってするのかっていうと、これ、赤は効果で墓地を変えると、フィールドの表側表示のモンスターの攻撃力を0にするっていう効果を持ってるんで、これをムーンライトフュージョンとかで、これエクストラデッキとかデッキから墓地をくれるんですよ。相手のフィールドにエクストラデッキから出てきたモンスターがいれば。だから、これでデッキからこう赤を送ったり、単純に手札に引いてしまったフォックスを送ったりとか、まあ、単純にこれ持ってきて送ってもいいし。っていうイメージですね。これね、安いからさ、すごく安い。で、強い。安くて強い。くて早い。どこのラーメン屋だよ、みたいな感じなんだけど、ほんと結構楽しいし、結構強いので、もしよかったらね、復帰勢の方とか、
使ってみていただければなと思います。早速無課金を救っていこう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、パンダさん、変態仮面、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。回転ロードきすぎ、回転ロードきすぎ。いやでもね、これ結局ライフ守って、ライフ守って耐えて相手に攻撃表示のモンスター出してもらって、それなくてワンキルするデッキなんで、回転ロード2枚は理想ハンドまであります。ぶっちゃけ理想ハンドまである。で知らないは結構、まあ打点結構なんか打点で殴ってくるみたいなデッキじゃん、除去して。だからもう何も出さずに、こっち何も出さずにカイトロイドで耐えるっていうのが一番強いわ多分。カイト2枚は鬼ハンドだもん。オッケー、刀神いいよ、全く問題ない、いいでしょう。私のターン取ろう。私のターン、これは腕組んでエンドですね。これはマジ腕組んでエンドじゃない、これ。何もしなくてもさ、知らねえんだよ、カイトロイドあるから。これ何もせずエンド結構強いっす。やっぱ何もせずエンドで相手に展開させまくって、でなんか頑張って展開してきて並んで殴ってきて調子乗って、でそいつを返しでワンキルするのすげえ気持ちいいから、これはねぜひね皆さんにもね体験していただきたい。で妖刀シュラリの効果発動。さあとりあえず、24除外してスカルデッド、 OK で効果では破壊されませんよっていうモンスターですね、あれは。フィールドのアンデッド族モンスターは本当はゾンビキャリアじゃないと出せないんですけども、墓地用途の方からと、いくらでも出せるっていう。お、8シンクロも来るか ?8 シンクロしてあれか5000いくつの ?5500 だっけ ?5500 で殴ってくるか。で、戦神出てきた。戦神効果か。いいだろう。いいのかな、そんなにカード使っちゃって。そんなにカード使っちゃっていいのかな、シナノイさん。僕の手札見せてあげたいよ。私の手札。マジで今本当に今これリアルに腕組んでエンドしてるから今完全に。でダメしていいですか、カイトロイド発動てい。カイトロイド発動いくぞ、墓地の、はいてい。オッケードロー、起きた、ムーンライトフュージョン来た。まあじゃあこれは決めに行ってもいいかもしんないね、決めに行ってもいいかもしんないわ。でムーンライトフュージョンの効果はそう、ムーンライトフュージョンの効果によってこれはエクストラデッキより出てきたモンスターが相手のフィールドにいるんで、僕はデッキもしくはエクストラデッキから、素材をもちろん食って融合召喚できます。で特殊召喚するのは一旦キャットダンサーですかね、これ対象に取れないっていう子が持ってるんですけど、サーベルタイガーは知らないって結構対象に取らない子が多いんで、まあ、こうでいいんじゃないですかね。でムーンライトキャットランサーを特殊召喚、そしてムーンライトエメラルドバードの効果発動、効果で墓地を置かれた場合墓地のモンスターを一体特殊召喚する、そしてクリムゾンフォックスの効果発動、フィールドのモンスター一体の攻撃力をターン終了時までゼロにする。あ、なんかあるな、めんどくせえな、なんかあるのはちょっとめんどくさいぞ。禁じられた清掃、なるほどな、禁じられた清掃をあそこ打っていく、なんかしんないけど打ってくれた。これは特殊召喚、いやこれは別にスルーでいいんじゃね、まあ、一応これ除外すると無効にするってこと思ってるんですよね、赤は対象に取る効果を。で知らねえか、これ知らねえからもう一回融合か、もう一回融合か、もう一回融合くせえな、これもう一回融合してムーンライトキャットランサー出して、あ、これ最強だ、これこれ最強だ。あー、黄色と赤リリースして、で、おい、もう一回キャットダンシングしていく、キャットダンサー2体目で赤もう一回効果、クリムゾンフォックスだね、ターン1制限がついてないんですよ、だからこいつの打点をゼロにしていく。黄色効果でこれはこれでいいか、別に赤でもよかったけどもいいや、トラップでもよかったですけどね。でムーンライトキャットランサーの効果で、こいつリリースして2連打できるようになった。でこれは何、あ、黄色が戻せる、何もしれば。でこれで2回殴ってゼロを2回殴って、これ全部で合計ですね8000ぐらい削れます、これ今8000削れます、これ今俺。
ライフ4戦マジで甘いなんだけど。対戦ありがとうございました。いや連勝止まんねえやこのデッキ普通に強えわ。無課金構築とか言ってるのめっちゃ強えわこのデッキ。召喚してで緑黄色が揃ってる場合はこうすればいいんですよ。でムーンライト黄色効果でフュージョン持ってきて、で黄色効果で緑戻すんですよ。黄色効果で緑戻してで黄色蘇生して守備2000で1枚2枚ターン終了。いやーいいねこれ。やっぱねあのねこうなんだ メインボックス1周くらいでこういう強いデッキどんどん出してくれるとやっぱその新規も始めやすいからすごいいいことだと思う。俺は最近コラムさん結構そういう傾向あるんですよね。メインボックスをこうあの1周ぐらいすると結構強いデッキ組めるようにあの調整してパック実装してくれてるんで、俺最近すげえ好感度高えわ。ああコナミさんに対してはあの昔はねあのバラけついてヒーローとかもうほんと死ぬほど叩いてたけど、死ぬほど悪口しか言ってなかったけど、最近なんかそういう傾向に結構あってなんかすっごい評価高いで、レベル上昇 OK。 シナノイね、なんだっけあいつ、ホムラガミ、ホムラガミはゼロにして殴ればいいから、ホムラガミは攻撃力をゼロにして殴ればいいんで何の問題もない、何の問題もない。てかホムラガミコスト出してほしいまである。なんなら、はいはい、ホムラガミ来た、ホムラ来た。で、あいつは破壊される場合、なんか墓地のカードをね除外できるらしいんですよね。赤黄色だな。赤黄色、赤黄色でよ。赤黄色、いやもう最強、最強だこれ。伏せねえのこれ。伏せねえの。クリボールあんだろうな。クリボールなかったら殺すぞ。クリボールあるんだろうな。なクソみたいな甘い玉めしやがって、これでバックを戻すっていうカードも来た。で、エメラルドバードを召喚してエメラルドバードの効果を、エメラルドバードは手札を1枚墓地に効果で送って、手札をからワンドローしながら黄色効果で、ムーンライトフュージョンをサーチしていく。そして、黄色効果、黄色効果で緑戻して、はいオッケー。ハンド何枚やるんだよ、ハンド何枚やんだよ。キャットランサーで、そうですね、まあ一旦墓地を組んのクリムゾンフォックスと、黄色は置いといてもいいけど、緑と緑送って、でこうじゃないか。いけムーンライトキャットダンサー、そしてムーンライトクリムゾンフォックスの効果と効果で墓地を送られた場合、相手のフィールドのモンスターの攻撃をゼロにする。そして緑の効果は発動しなくてもいいや。でキャットダンサーの効果でリリースして、このターン相手のモンスターは戦闘では一回破壊されず、このモンスターは相手のモンスターに全て2回攻撃ができる。つまりサンドバック状態、おらー強すぎー、おーっていこうなんか破壊されたらしいです。そいつ破壊されないわ、クソ。対戦ありがとうございました。知らぬい雑魚。さあお相手の方はヨハン・アンデルセン選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。ヨハン・アンデルセン選手結構あれですよね、あの砲撃で強くなってるんで、これ一応魂であれ立てるわ、サイベルタイガー、ちょっとあの腕組んで魂のサイベルタイガーのエンドだこれ魂だなこれ。サイベルタイガーもう3体手札全部使ってこれ出して、で黄色効果で一応赤サーチじゃねこれ、一応赤サーチしてで、赤いのサーチして赤いのセットしてエンドですねこれ魂だな。一応こいつ対象取れないんですよ、これ対象取れない3600なんですよ。結構強いんですよ割と。砲撃クリストロンかな、クリストロンだったら勝てると思うんだよこれ、グリガンできねえし。光の援軍、あなるほど光の援軍、はいはい。でルミナス、なるほどね、ルミナス、なるほどね、ルミナスライデン落ちてるね、ルミナスライデンはガチだよ。ちょっとエバリーマジでやめてほしい、エバリーガチでやめてほしい。
ほんまにレインボードラゴン、宝玉、宝玉ライトロードみたいな感じか、宝玉ライドみたいなね。なんでもありやな。てか、あと、ブラローもやめて、あとブラローもやめて、ブラックローズとエバリーだけやめて、あとはなんでもいいよ、あとはなんでもいい、やめてやめてやめて、何これ、ちょやめろって、全部バマジ聞いてねえんだよな。くーくーちょ全部バガチで聞いてない、全部バほんまに聞いてない、対象に取れよ。突っ張れる宝玉、カメ、ペガサス、これどういうこと、嘘だろ、嘘だよ、どうなってんだよ、全部ば聞いてないもん、全部ばマジで聞いてない、全部ばマジで聞いてない。これ根性とかいいな、これやっぱ結局あれだ、根性してノーガードエンドだ、分かったわ、ちょっとほんまごめんなさい。